はい、どうも、ゼロワンバーバーライフチャンネルをご覧の皆さん、店長の高野です。今回は簡単にご自宅でひげを整えることができる動画っていうのを配信していきます。まあ、普段僕らは営業中にこういう本格レザーですね、カミソリ、こういうのを使って剃っていくんですけども、まあ、こういうのでもなく T 字、これ普段結構お風呂場で皆さん使うと思うんですけども、最近4枚刃5枚刃なんていうのも出てますけども、こういうのでもなくコンビニでも売られてる、あえてこの、わかります、海獣医さんから出てるプギティっていうレザーですね。主に眉用の、眉を整える用で出てるんですけども、要はなんで眉を整える用で出てるかっていうと、細かいところを剃るのに特化してるから眉用レザーってこれ出てるんですね。なんで今回僕は今すごいヒゲがボーボーで、だいぶ清潔感ないっすね。本当にウルバギンかクマなんじゃないかなっていうぐらいの次元だと思うんですけども、まあ、こういうね、あえて僕このヒゲの部分は残したいんですよ。顎のゾーン、鼻下のゾーン、この部分を残しながらこういう細かい産毛、まあ産毛っていうかもう硬いヒゲですね、この部分を剃っていく。これって T 字だとすごい剃りにくいんですよ。なんであえてね、このレザーで細かく綺麗に今回はやっていこうかなっていうふうに思っております。はい、で顔剃りにするときに3つ皆さんに気をつけてもらいたいポイントがあります。1つは新品のレザー、買ってすぐ開けて一発目に使うレザーっていうのは気をつけてください。なんでかっていうと、新品のレザーってのが歯がね、すごい鋭利になってるんですよ。なんで新品のレザーすごい切れるんですよ。すごい切れてすごいスムーズにいけるんですけども、その分皮膚のね負担がだいぶ強いので、すぐ肌が赤くなってしまったりとか、ちょっと血が吹いてしまったりとか、肌トラブルをすごい起こしやすいのが新品のレザーなんですよね。まあ、今回使うレザーは僕はだいたいこれ5、6回使った後のレザーなんですけども、だいたいそのぐらいからすごい肌に馴染んできます。で、ある程度使ってきて、ある一定量の数を超えてくると、もう剃れにくくなってくるんですよ。そうなってくるともう替え時っていうことになるんですけども、今回は5、6回ぐらい使用した後のこのプリティのレザーを使ってやっていきます。で、第2に気をつけなければいけないっていうことは、ちゃんとヒゲを温めてから剃るということです。これはなんで温めなくちゃいけないかっていうと、髪の毛と一緒で、シャンプーするときにお湯でやるのと水でやるのって全然洗われ方違いますよね。水でやると全然洗った気がしないし、毛がなんか硬くなるしゴワゴワするし、ヒゲも一緒でお湯でやるとヒゲって柔らかくなるんですよ。柔らかくなるとどうなるかっていうと、ヒゲを剃りやすくなるし、レザーでこう当ててる時のヒゲの抵抗感っていうのを軽減することができるんですね。要は痛くなくスムーズに剃ることができるっていうメリットが温めるっていう行為にあるので、必ずヒゲは温めて剃った方がいいです。変な話、シェービングソープとかジェルソープとか使って水で剃るよりもしっかりお湯で温めて、そういうのを使わずに剃った方が僕は綺麗に剃れると思ってるんで、それだけそれがすごい重要です。で、第3に重要なのは、ちゃんと皮膚を張って剃ってあげるってことです。ちゃんとね、こうヒゲを起こして剃ってあげる、これすごい大事なポイントで、ヒゲを起こして剃る何が重要かっていうと、ちゃんと毛穴の奥まで剃れるんですね。なんで深く剃れる、要はツルツルになるってことです。あとはちゃんと貼るってことはどういうことかっていうと、貼らないでレザーを当てるってことは皮膚にレザーが入り込みやすい、要は切ってしまう危険性、リスクがだいぶ高まってしまうんですね。なのでちゃんとね、貼って、まあ自分で剃るときは本当にフグになったみたいに、ふん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 、この状態じゃなくて、ふん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 、あ、全然ごめんなさい、聞こえてなかったですね。そうなんですよ、貼ってやってることがまず大事なんで、そこも、大事なポイントです。この3つのポイントを意識しながら今回はひげ剃りをやっていこうかなと思います。じゃあ早速剃っていきます。
ちょっとね、一人で剃ってて、鏡がね、ないので、このレンズ越しで剃ったんですよ、今回。めちゃめちゃ難しくて。まあ、ちゃんと剃れてるかどうかわからないですけど、まあ、ただ綺麗に、個人的には剃れてんじゃないかなと思います。結構肌、すべすべなんじゃないかなって思います。産毛が取られたし、だいぶ清潔感が戻ってきたような感じですね。あとは問題は、このちょっと伸びきったヒゲの部分と、顎のこのもちゃもちゃしたヒゲの部分、ここもうまく綺麗にやっていこうかなというふうに思っております。はい。あとは、こういう産毛のとこっすね。こういうところも剃ってあげるのすごい大事です。はい。鼻のとこ。いや、鼻怖えな、あれ。鏡見ないと。こういうところの産毛ですね。こういうところの小鼻のざらつくところ、こういうところも取ってあげるといいですね。こういう感じかな。あとこの目の下の際のところ、ここもない産毛って結構あるんですよ。いや、この動画だけで見てる、ただのホラー映画。あと、まあ、ここからはだいぶ上級編になるんですけども、余裕ある人は耳もいけちゃうんですよ。 T 字だとこれいけないんで、このレザーだからこそいけるっていう部分ですね。こういう耳の部分を、こういう形で産毛のところを剃ってあげる。これは T 字はなかなかいけないですよ。ちょっとね、こうね、ピアスの開いた跡なんですけどね、しこい残っちゃって、これ中まではさすがにね、今できる人いると思うんですけど、僕は怖くてできないですね。だいたいこんな感じでヒゲは綺麗に剃れたんじゃないかなと思います。じゃ、後半の動画でヒゲもカットしていきます。後半もよろしく。さあ、そしてチャンネル登録よろしく。